こんにちは荒木和弘です令和4年9月20日火曜日ショートメッセージをお送りします17日あのちょうど小泉訪朝20周年キム・ジョンが拉致を認めて謝罪して20周年の日拓殖大学の国際講座でお話をさせていただきました お聞きいただいた皆さんネットでご覧いただいた皆さんも含めてありがとうございましたでその時にあのいただいた質問で,です、ね、答えきれなかったものがあのいくつかありましたで、まあ、そういうものをこれから時々あのお話をしていきたいというふうに思いますで、えっと、今日はです、ね、あのこういうご質問でした、えー、なぜ日本以外の国々は声高に自国の拉致被害者の救出を訴えないのか 本県での日本と国際社会との連携活動がよく見えない、なぜというご質問で、えー、ありました。でですね、えー、日本以外、日本と韓国以外の拉致被害者と、まあ、10カ国以上いる、えー、というふうに言われています、まあ、その中には名前が特定されている方もおられますし、それからあのこの国の人を見たというような証言、えー、そういうものもあります。 だから、まあ、あの最終的にどれくらいになっているのかはちょっと分かりませんけれども、まあ、多数の国から拉致をしていることは間違いありません、えー、これ、も当然、ですねものすごい労力かかるわけですね、えー、そんなことやってんだったら真面目に働いて、ですねあの国、ちゃんとすればいいというふうに思うんですけども、北朝鮮という国は、楽して暮らすためにはどんな苦労もいとわないという、まあ、そういう国ですから、えー、拉致なんかですね、もうどうしても、もう当然やるもんだと。 いいいうふううふに思っているということこですでさて、でこのお拉致の人数なんですけども、韓国の場合はですね、えー、と今あの、韓国政府が認めている、9戦後の拉致被害者、えー、というのはですね、うん、500人ほど、約500人になります、それから、あの9戦前、つまり朝鮮戦争をやっている3年間の間に、えー、連れていった人、これはやっぱり9万人以上おですね、えー、います。 すすごい数ですよねで、えー、その上で、さらにですね、あのー、韓国の場合は、えー、朝鮮戦争の捕虜で返してもらってない人たちというのはまだいるんですね、これ、国軍捕虜と言います、えー。それからベトナム戦争の時にあに韓国軍参戦してました、これで捕虜になってですね、えー、北ベトナムから国交のある北朝鮮に送られちゃった人、まあ、こういう方々もおられます。 で韓国の場合はそれとまた別に離散家族、朝鮮戦争で別れ別れ,れになった家族の問題があります、まあ、そういう中に、あの拉致被害者のことが、ねえー、埋もれてしまっているということが1つあります、でなおかつ、うまあ、こういう言い方、失礼なんですけども、まあ、韓国の場合はです、ねえー、約500人のうちの400何十人かは、えー、確か漁船員だったと思います、漁船を拿捕して、そしてそのまま抑留すると。 ただ、あの漁船員の場合は、ですね、えー、返してくる人も相当の数います。だから、荒らしされた数でいうと3700だか800ぐらいになって、えー、その中で確か3300ぐらいを返して、えー、残りの500人、これが船、あのー、と、それからあとそれ以外、日本みたいにです、ねえー、ヨーロッパで連れて行かれたとか、あるいは大韓航空機が。 あの爆破事件じゃなくてですね別途に国内線の大韓航空機がハイジャックされて連れて行かれたとかまあいろんなあのケースがあります、まあ、横田めぐみさんの元夫だったえというふうにされるキム・んだっけえあ,のあの人ですねあの人もキム・ヨンナムさんもそうまあ拉致被害者ですねで漁船員はですね韓国の中では あのまあ、ちょっとこう社会的な地位が低いということもあってこれまたあのなかなか問題になりにくいことでもあるというふうには言えます。で韓国の場合日本の場合はですね、えー、我々も含めてご家族でない人間、えー、つまり全く別に親族にですね拉致被害者とかいない人が大部分の運動を支えてますけども。 まあ、あの韓国の場合はもう基本的にはご家族しか動かないと、まあ、それにプラスアルファ、何人かの支援者の人がいるという、まあ、そういう感じ、えー、だろうと思います。で、ほ、えー、の国になるとです、ね、今度はもう人数が少ないです、えー、数人とか一、ね、人とかそういうレベルなので、国の中であの世論が <laughs> なかなか高まらない。 で日本だってですねあの横田めぐみさんのことがわかる前、えー、なんかはもう本当に拉致のことはですねほとんど口に出すことはありませんでした。えー、っと1980年代ぐらい私がですねあのうちの民社党の時代地元の青年組織 えのの活動の中ででですね勉強会で北朝鮮が拉致ををししてていいるんだっていう話をおまあしていたとえ私全く忘れていたんですけどもまあその時一緒にやっていた仲間からですね後でえお前、あんなこと言ってたんだとでその頃は、また、大樹がいい加減なことを言ってるよというふうにみんな思っていたんだよということを言われたことがありますえでえまあ日本の中で言うとまあめぐみさんのことが明らかになる前は明らかにそうでしたね。 えー、あれの理由での問題で、田口千子さんのことが明らかになっても、ご本人の名前とかは出てこないわけですね、そうすると、救出というようなことにはなかなかつながらない、でえー、もちろん、朝鮮総連の力が80年代ぐらいまで強かったですから、まあ、そうすると、です、ね、なんか北朝鮮に、えー、マイナスになることを言うと、何されるか分からないという恐怖感もあった。 とといううこでで、でです。でえーまあ、日本でもそうでした。で、他の国なら、なおのことですね、一人か二人、まさかそんな北朝鮮がうちの国の人間なんか拉致するわけないよというふうに今、思っている国がおそらく大部分じゃないでしょうか、だからピンとこない、えー、それこそあのルーマニアの方とか、ですね、名前とかも全部分かっていても、国としてはなかなか動くというところまでいかないというのが正直なところだろうと。 いいう,うに思いますで、それをカバーしているのは、日本のの家族会スク会の皆さんですこれは他の国のご家族を呼んで、ですねあの集会とか、やったりとかですね、そういうことをやって、ほ、まあ、他の国のご家族にとってもあの、やっぱり日本の活動というのは、非常にその、まあ、救いの手であるということです。 えー、私もあの向こうの韓国の家族会の方からですね、えー、お話をしていて、いや日本というのはすごいと、日本の外務省は本当に国民のために誠心誠意やっているというふうに言われて、えー、ちょっと言葉に詰まったことがあったんですけれども、まあ、そういうふうに見ていると、まあ、日本に来ればです、ね、それねも被害者のご家族であれば、えー、国会議員だってあの、会いますからね、これはもう他の国だともうほとんどない。 とということです、えーまあ、そういう問題で、まあ、この拉致問題の国際的な問題に関しては、日本が、まあ、先頭を立って、えー、牽引をしているということです。まあ、ただ、なかなかあのそれ見えないとは思います、まああの。一応、そういう構図はできているということで、ご理解ください。今日もありがとうございました